この本誰が書いとんねん。いるんですか現代にスパイというものは。あ、います。いる。いやいや当たり前のように今の日本で多分何百人は活動してるだろう。スパイファミリーはよくできてます。へえ、今めっちゃ流行ってるやつですよね。ああいう作戦ってリアルなんですよ。へえ、それをじゃあ日本でやってる家族もいるってことですか、もしかしたら。もちろんそういう話だから聞いたことないですけど、うんうんうん、ありえるんです。へえ。スパイってバレて殺されるパターンもあるってことですか、暗殺。理屈としては、うん、外交官は手出しできませんけど、はい、殺すかどうかは別にして普通に逮捕はできますから。で実際逮捕されて刑務所に入ってて、よくある話です、うん。もう10年以上前になりますけど、例えばアメリカで、あの美人すぎるスパイって、はい、やっぱり素人の女性を使って、うん、アメリカの有力者に食い込んで、うん、なんか情報を取ろうとしたんでしょうね、うん。逮捕されて、ね、それでいわゆるスパイ交換で国に戻りましたけど、うん、はい、え、スパイ交換、はい、どういうことですか。捕虜交換ですね。つまり今のウクライナ侵攻でもありましたけど、ロシアとウクライナが捕虜を交換して、あれ、あのパターンがスパイでもあるんですよ。お互いにそのスパイをしたら、やっぱりお互いにスパイを使った国としては、ちゃんと最後まで面倒見ないと、今後スパイやってくれる人いなくなりますよね。だから仮に相手に逮捕された場合でも、うん、なるべく早く出してもらえるように、うん、こっちが取ってるスパイと交換して、うん、で、そのすごいね、でその美人すぎる、うん、アンナ・チャップマンって言ったかな、うん、そのスパイが国に戻ってきたんですけども、うん、でもだからそんだけじゃあお互いもうスパイおるって分かってんのに、うん、もう協定結んでもう一斉にやめましょうよと仲いい国は。無理でしょ。それは無理なんですか、うん、だってそんなこと言うんだったら軍隊だっていらないでしょ、うん、まあだからそうかさ、じゃあもう戦争も起こらないですよね。いや、それは一斉にやめましょうっていうことはできますよね、うん、はい、じゃあやめますっていうことはできるよ、うん、でもガンガン動くやるわな、それだからおっしゃる通りで、もしありえないことだけど世界の全部の国が信じて一カ国だけスパイやったり一カ国だけ軍隊持ってたら世界支配できますよ、ね、まあそうですよね。じゃあまあそこの勝率保ってるみたいなとこもあるんですかね。あ、この世界で一番ホットな話題の一つが、はい、いわゆるハバナ症候群と言われている、はい、2016年にアメリカが、うんうん、キューバのハバナ、うん、首都に大使館を開設したんですけど、うん、そしたら途端に CIA 職員を含む数人が原因不明の体調不良を訴えたんですね、うん、眠れないとか頭が痛いとか頭痛がするとか、うん、めまいが、で、うん、健康チェックしても原因がわからないと、うん、で最初は数人だったんですけどだんだん増えてって、うん、でその後他の国のアメリカ大使館員もそういう症状を訴え始めて、結局今200人超えたみたいですけど、で6年経ってるのに原因がわからないんですよ。で9割以上はどうも違う、単なるなんだろう、思い込みだったり別の病気だったりって潰してったんだけど、でもどうしても説明がつかない人が十何人いて、それで今一番有、まあ、諸説ありますなんですけど、一番有力な説は電磁波兵器、目に見えない電磁波を送って、じゃないかと。ただ一方で原理的にそんなの不可能だできないっていう否定する人もいるし、で原因がだから今のところいろいろ潰してるんだけど、いまだに謎なんですよ。それは何かスパイ活動の、だからキューバがやってるのかロシアがやってるのか、あるいは中国のアメリカ大使館とか領事館かな、でも同じ症状を訴えてる人がいるんで、中国も持ってるんじゃないかと。おもろ、そんなんもあんねや。だから不可解な、もし俺らが見た不可解な事件とかって、もしかしたらスパイが絡んでる可能性もあるってことですよね。どっかの国のとかっていうのはあるかもしれないってことですね。すごい微笑むだけ。何これ、めっちゃ怖い。それ以上は言わないよ、ね、なんかそこまでたどり着いたかみたいな。めっちゃ怖いねんけど。すごいな。動物使ってスパイとかもありましたね。え、どういうことですか。これ実際にやってすぐポシャっちゃったんですけど、うん、アメリカが猫に盗聴器仕込んで、うん、えアメリカのソ連大使館に忍び込ませようとしたんです。すごいな。放ったんだけど、うん、通り渡ってる時に、うん、
関係ない番に惹かれて、うわ猫ってね、じゃあもうそれでやめちゃったそうです。猫ってすぐ車に惹かれるからな。マジっすか。それ犬でやったらいけそうな気もするけど。いや犬はダメなんですって。猫の方がおとなしくて、それから警戒されないんで、ほら犬は狂犬病とかでしょ、ちょっとね、つまりで怨念もあるしね。そうそう、つまりそのプロジェクトは本当はですね、例えばきっかけはどっかアジアの国で大統領かなんかがすごい猫好きだったんですよ。そしたら考えたんですよ、猫好きだったら例えば別荘に行った時に猫を放って入ってきたら、普通だったらほら護衛がいて追い出すところ、大統領が猫好きだったら、いいじゃないかこの猫可愛いからって言ったら盗聴できるじゃないですか。犬はなんか警戒感があったり、あんまり言うこと聞かないからダメだし、猫でやったらしいんですよ。あじゃあうちも気ぃつけなあかんな、うち猫好きだ。何週刊誌とかが猫放ってくる可能性も聞かれんねん、そんな大した話してへんねんな。もう CIA が実際に日本にやったんじゃないかって言われてる話としては、ちょっと昔の話ですけども、当時の日本政治の最高実力者、病気を持ってるっていう噂があって、1年に1回とか消息が分からない時期があったんですけど、なんかその病気の治療のために外国に行ってるんじゃないかと。日本でやると病気がバレますよね。だから外国に行って病気を治療してるんじゃないかって噂のあった人がいたんですけど、でその人がアメリカに行った時に、まあ、もちろんこれはそういう世界の話だから証拠はないんだけど、その人がアメリカに滞在した時にトイレで出したものも全部 CIA が分析したと。はあ、それ何のためなんですかそれは。検便とか検尿っていうのは、要するに病気が分かるでしょ、一番分かるじゃないですか。だからこの人本当に心臓の病気持ってるのか、もしかしたらすぐ死ぬんじゃないかとか、それ知りたいわけです。日本のトップの健康面を 次になるかもしれない、あるいはその人が事実上自分の日本のトップ決めてるんだったら、その人の健康状態って一番知りたい話です。怖っ。ちなみにそれは誰っていうのを言えるんですか、さっきの日本の方。そうなんや。トップですね。トップ中のトップや。元ね。じゃあ今の岸田首相とかも海外行った時のあのうんことかは気ぃつけなダメってことですよね。あの有名なのは北朝鮮ですね。金総書記がトランプ大統領と会談するために例えばシンガポールなんか行ったんですけど、どうも北朝鮮の飛行機ではシンガポールまで行けないんで、中国の飛行機を借りて行ったんですよね。だけど北朝鮮よく分かってますからトイレ使わなかったそうです。はあるいはあの諸説ありますですけど、あの使ったけど自分たちで処理したかなんかで、もう中国が何になってるか分かってるから、つまり中国と北朝鮮はある意味同盟国です。だけど北にとってはトップの健康状態っていうのはトップシークレットだから、その中国はそこまで含めてやってる行為で貸してるんだけど、そこまで狙ってますから、こんな話もあるんですよ。中国のトップ、今でいうと習近平さん、あの当然専用の飛行機があるんですけど、あれアメリカのボーイングが作ってたんですが、特別注文して国家主席専用の専用機をボーイングから発注してアメリカから入ってきたと。で中国が調べたら盗聴器が、いやーすごいな、一つ二つじゃなかったと。すごい、生活できへんな、そんな思うとね。まあ、そんなんだらけなんやろな、その国政に関わるあれって、うん、映画ほど派手じゃないけど、うん、リアルにもやっぱりそういう、うん、なんていうんですかね、うん、ルール無用っていうか、うん、基本殺さなければ何やってもいいっていう紳士協定みたいなものがあるような感じはしますけどね。うん、あおもろ。そしてあとはもうバレなきゃ何やってもいい。はいはいはい、外交官は絶対逮捕されないからやりたい放題。結構だから今そういうスパイの実情とかお話いただきましたけど、また本の内容的にまたちゃいますもんね。ちょっとそんな話じゃないですもんね。スパイからどう身を守るか的なことですよ。はいはいはい、そうですよね。そっちが面白すぎて。ああちょっとまたちょっと一回ではちょっと無理でしたね。いろんな武器とかね、聞きたかったっすけど。あのこの本はちょっと、なんていうかな、映画とか、はい、ドラマとか、よりの面白く仕立ててますけれども、実際は、あの人間のやることですから、結構失敗もあるし、手柄争いとか、嫉妬とか、足の引っ張り合いとか、人間らしいところ、そうそう、そういうのね、ほらスパイって非人間的な冷酷無情な感じがするけど、一方で基本人間がやってることですから、ものすごく人間臭いですよ。失敗もあるし、
嫉妬も、うんうん、足の引っ張り合いも、はいはい、縄張り争いもどこの国でもそうですよ。ほう、そういうのをお伝えしたかったんですね、うん、はい、3000円以上のステーキ食べてる外国人には気をつけろ。あもうこれが一番も残ってますからね、はい、盛りできますか、はいはいはい、この本、買ったらまず盗聴器がないか確認してください。はい、何を抜かれんねん。まあ分かんないですからね。先生がこれも仕込んであるってことですか。悠長すぎるスパイかもしれない。